2ターン目の高校移転発表されたらもう負けだから。おえ？え？頑張れ、耐えろ、避けろ、避けろ、あ！正直ね、三尺で組んだのが悪かった。ならば私は考えました。組み合わせ次第では、カロンは輝けるってことを証明したくなりました。参ります。切り株小僧とカロンで登場、レッツゴー！特技いくつあんねん。あ、でも、割といけるぞ！割といけそう！さあ、行くぞ！カロン！俺たちの力を見せてやれ！確かに三尺ではあの低たらくです。ただし、アンダー20というルールではね、20点以内でチームを組めるわけですよ。カロンは1点なんです。ということは、他の仲間や、今回勇者のスターフレア2回攻撃武器ですよね。つまりこれはどういうことかっていうと、12点。主人公の点数はなんと12点という恐ろしい点数になってるんですけど、カロンが1点です。なんで、ここでもう13点なんですよ、この2体で。で、最後は切り株小僧を入れたね。パーティーとなっております。いくぜ！きらめく星と連続攻撃、2回攻撃だ！さあ、2回攻撃の強さ、振るってこうや。人型チームっていうのもでかい。今回のチームはですね、カロンと切り株小僧、人型っていうね、かなりいい相性が発動してるんで、あ、カッターサソリ待ち！やっぱり。主人公に、ある意味託してるかもしんない。カロンがついにね、主人公に託した瞬間です、これは。もうカロンの相性の多さは認めてほしい。だから、スターフレアに全てがかかっていると言っても過言ではない。やっぱりどうしても、今まで大会とかちょっと見させてもらったんですよ、オンラインの。やっぱ2回攻撃がマジで強くった。2回攻撃がマジで強くったんですよね。だから、こういうチーム構成もありなんじゃないかな。あえて1点を入れるっていうことは、2回攻撃を採用できるっていうことですよ。いやーでもちょっと今のダメージ負けしてんね。いけ、バーギー。バーギーを唱えた。使います、切り札。このパーティーの切り札が一つあります。お、いいね、回復したね。切り札登場、います。このチーム構成何か気になりませんか。あれ、誰が会心出せるんだ。いいえ、ほとんど全員が全体攻撃であること、ロトモンです。切り札、ほとんどのモンスターが全体攻撃持ちなんですよ。切り株行動とかのどっちも全体ですね。なんだったら。そういうわけで、かなり、あ、ちょっと待って、うぃって。ちょっと待てって、お前ら。何度やっても無駄だ。お前らじゃ、何度やっても無駄なんだよ。マジでか。でも、こっから逆転ある。普通に逆転ある、逆転ある。大丈夫だ。いくぜ、きらめく星の連続攻撃、スターフレア。人型であるか。お、こっちもこちらも反撃。スターフレアで上がった力を存分に生かしてけ。いくぜ、これワンチャンあるな。ロトモンの追加ダメージ次第で。マジあるぞ、ロトモンの追加ダメージでめっちゃある。さあ、全体攻撃、残り2匹は全体攻撃、バーギー。はーい、ロトモン、ロトモンが、ロトモンが、これいったんじゃねえか。え、やばい、これ来たかも。やっほー、うわ、耐えた。なんとか首の皮じまそうだった。カロン決めてくれ。暗黒の地盤トロクマ、やったな。すごいすごい、すごいぞお前ら。あまりにも良すぎる、さっきの名勝負だった。もうさっきの一勝負だけで飯いっぱい食えるわ。いやもう熱いね、あの会心のオブシューめちゃくちゃ熱かったね。さあ、再びモンマスとの対決にまずは行ってみたいと思います。だから理想的にはさっきのようにロトモンの勢いがねあれば勝てるんですよね。だからロトモンとかスターフレアが何より強いんですよね。やっぱ星空の参加術は勇者を持ったっていうのは強い。勇者であることによってね、カロンがドルクマを使えるようになった。バトルマスターとかではこれはできないですからね。さあ、立ちふさがった中にスターフレアをぶち込めるか。いくぜ、当たったね。オッケー、当たった。どんぐらい？あー、150、勝てー。スターフレア、でも、勇者のスターフレアはね、やっぱ、神話の鎧、さっきも、20ぐらいで耐えてたじゃないですか。
神話の鎧の、わお、神話の鎧のさ、回復がなければダメだったってことだもんな。さあ、スライム積みにうまいこと当ててくれました。さあ、残りバギーで攻めれるか、スライム積みにバギーを打つ。はい、突き荒れる。115、おーっと。ただ残り2体の火力に負けなければ大丈夫だ。あー、そうなんだよね、カロンなんだよ。そう、カロンがこうやって狙われちゃうからな。 15% の回避率がカロンにはあるんで、そこでなんとか避けるしかないんだけど、いやー、初戦1点、お前は何をしているんだ。ピサロの手先みたいな活躍をしている。まるでピサロの手先を見ているような活躍をしていますが、ロトモン行きましょう。切り札、切り札を使います。ただロトモンこれさ、使ったところで感ちょっとあるぞ。スライムつむりはだって立ち塞がっちゃうんだもん。ロトモンは確かにこのチームにとってめちゃくちゃな高相性の SP だけど、全体攻撃だからね。さっきでも止まったりするとやばいな、さっきみたいに氷結ラムで。またはこいつってもしかして一体ルッテキ受けちゃう、ロトモンを。炸裂ビンタ、これがこいつの2体の、まさか靴ゴ、え、まさか靴ゴ、やはー、くわー、追いつかれたな、 HP 早くも。こいつらの火力はべらぼうに高えぞ。やばいやばいやばい、ちょっと待って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 。くそ、さっき飛来進化、なるほど。まあ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 、どうだろう、スライムズミに通るかな。いや全然全然だわ。勝てえぞあのスライムズミ、どうなってんだ。バギーを取れた、いくぜ。110なんだよ。でもロトモも入らねえしな、さっきからロトモも入ってくんね。やばい、ロトモが完全に、ロトモンが完全に防がれた。やばい、全然ロトモンが早い。110入った、入ったけどもだ、けどもだ、つむりを突破できねえ。向こうもこれアンダー20ですよ、さっきから思ってますけど。いや、つむりを突破できねえ。あ、突破できる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 、大丈夫、突破できる、これなら突破できる、これなら突破できるか、できるのか、できるのか、わからない、わからない。向こうの SP でどうなるかわかんない。突破できるか、つむりを。さあ、運命のスペシャルカード、ギガスラッシュ。あ、え、あ、う、え、ウメボス絶対に勝つ、強いし、あ、しかも立ち下がってない。きらめく星と連続攻撃、こ、ちょっと待って、スターフレアがめちゃくちゃ強い。あ、スターフレアが強い、これはスターフレアが強い。ゲーミング、スターフレアを最大限生かすために組まれたカロン、カロンの株が今上がっている。そこに立ってるだけで上がってる。 耐えてんじゃねえかよ。あ、やばい、耐えられてる、耐えられる、やばいやばいやばい、冷たい、そういうのが一番やばいんだって今この状況下で。全体攻撃一番やばい。カロン避けてる、カロン避けます。あと誰だっけ、切り株つくぞぞ、カロン、ドリルストライク、うわ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 、かわいい、おおおお、きたー、バギーを捉えたー。やったー。接戦、おーし、各スターフリアにおんぶに抱っこ状態ですよ、ぶっちゃけ言っちゃえば。強すぎるんだよね、他の2体は。うーんみたいな感じだけど、割とスタープレイヤーばかりがいい仕事をしている。そしてそんな相手は、次はね、この前のキングストレートさんです。こっちもかわいそうな武器筆頭であるハヤブサの爪、2回攻撃武器ですね。同じ2回攻撃武器なんですけど、ハヤブサの爪はスターライトと比べて決定力に欠けるっていう端子を持ちます。さあ、そんな4連撃がカロンを襲う、カロンなんだよ、そう、カロンが襲われちゃうから、結局いくら残念な2回攻撃武器でもさ、結局カロンがこうやって狙われちゃったらな。さあ、大丈夫です、まだ切り札勝負がありますからね、切り札勝負あります。吹き荒れる、あれ、思いのほか切り株構造も頑張れない。さあ、お前しかいねえぜ、いけ、大会を震わせてつまらなくさせたスターフレアの力を見せ、うつよ。おかしいんだよな、こいつどう見ても、おかしいじゃないですか。人形相性で上がった力とはいえさ、何これ300打点かける2って。もう他の2体を全て補ってますからね。さあ、ドルマがどれに行く、どうだろう、ドルマ。シャーマン、ドルマ。うわー、まあそうだよな、勇者だよな。勇者キラーにもなりうるわ、ドルマだからな。来た、キングサルト。来るか、
うわ、真ん中正面、うわ強い、威力が高い。割とあいつら火力もあるんだよな。いくぜドルバドルクマ。いやー、ミス。あー、ボレロ来てやがる。切り札、切り札使うぞ、切り札使うぞ、使うぞ。基本的にもう切り札で勝負しろ。先方はバレバレかもしれんが、切り札で勝負しろ。よしよしよし、大丈夫だ大丈夫だ、ここで一気に取り返す。ロトノンショーも最大だって1000出たらもう夢のような話ですからね。スターフレアであっても2回攻撃だしね。いやでも素早さで負けてんな。4連撃が強いんだ。もうこう、いやもう、でもスターフレアが4連撃に負けるわけないじゃん。だって4連撃さ、カウンに当たって240だよ、シャーマンが当たって300だよ。ただ勇者キラーになっちゃってんなこいつ。やばい、勇者キラーとしてめちゃくちゃシャーマン強いぞ。やばいって、ウロボロスが呪文になればいいんだけどね。呪文じゃないなこの感じは。さあスターフレア行け、きらめく星と連続攻撃、シャーマン狙ってけ。一番いいとこ、いいとこ、いいとこ、いいとこ。さあスターフレアが本当に強い、マジで強いな。いやマジで強いよこれ。12点、なんかもう納得、プラス2に、プラス2されるの納得ですよ。でもこれ当たっちゃうとやばいな。だって次で終わっちゃう。真ん中、ど真ん中、せーの。いやー、やばい、もう終わる、ビッグバンで終わっちゃう。これはビッグバンされて終わっちゃう。何をしてもビッグバンで終わるんだ。ダメなんだ。カスなんだ。ね、お前ら。くそ。同じ主人公同士だとさ、勝てなくなっちゃってるじゃん。あ、これも一応、あ、これ、これも一応なんか雨降らしって、あー、よげら、もうダメだ、絶対ダメだわ。あ、もう絶対ダメだ。あー、頑張ったんだけどね。頑張ってはくれました。非常にね、良き頑張りを見せてくれましたけど、もう、ダメですよ。ワンチャン、ウロボロス、ウロボロス何ガード？これもしかしてワンチャンじゃねえか。ウロボロス何かガードで。だって今のところ何ガードか分かってないぞ。山田だ、ウロボロスの盾。あ、やっぱり無理だ、もう無理か。ここからはアンダー20を少し無視します。ロトモンチーム合体モンスターにもしかして勝てないのではと思いまして。だからといってなんでこいつできたのよ。アンダー20戦ではまあでもそこそこいい頑張りしてたと思うんすよ。ただちょっとね、筋から見たいっす。だからなんかこのチームが他の戦いに出た時にどこまでの戦いができるかという筋からをちょっと見たいなって今思ったんですよ。だから頑張ってもらいます。ドルクマとバギ、まあバギは通らんだろうけど、ドルクマが使えるのってでもでかいよな。雷術なんかしてるよ、これいいっすよ。さあ恐るべきキワの猛攻、ロトの紋章はお前、私に聞かん。やめてなんじゃこいつ。まあ、こいつは何かと言いますとね、2のね、最強合体モンスターともやったけど、ゲリオンです。まあ、カロンもね、もう、無慈悲にね、ぐるぐる回りながら噛み砕いています。スターフレア次第ですね、もう。もう、やっぱスターフレア次第よ。オッケー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 。スターフレアめっちゃいいよ。いいねー、いいなー。で、怪人で450だよ。この前のカロンのさ、雷術の怪人300ぐらいだよ。おかしいもん。マジ、あー、でも属性耐性が高い。さあここから残り2体の筋からにかかってきます。頑張れ、バギーを唱えた。あーあー、切り株小僧ね、耐性はいいんだけどね、割とね、切り株小僧耐性はいいんですよ。なん、あ、ドルクもいいじゃん、ドルクもいいね、ドルクもいい。平石行こう。なんで平石行かせたの。ドルクもいいね、平石行こうってどういうことなの。その理論が意味わからんのやけど。さあ平石で行こうと思います。私はこんなこともできるんですよ。ほい、全然や。任せなさい。行くぞ。このカマイルの暴力、カマイルの暴力がやばすぎるでしょ。強い強い強い。筋から見たいからもう、このまま SP なしで行っちゃうよ。いやでも強いな。にしてもさ、ゲリオンも避けねえな。ゲリオンは避けないとそりゃ強くはなんねえからな。さあ旋風の牙、やばいやばいやばい、うわー471。これ次のターンゲリオン動いたら負けか。
うん、これ多分ゲリモン次動いたら負けだな。回避すればワンチャンあるかなぐらいになってるけど、すごい距離噛み殺されてるけど、カロン。これも一応、レインドロップ、雨の雨降らし。あー、結構効く。割と効く。さあ、勇者がスターフレアで動けばいいんじゃないですか。でもゲリオンも回避あるからな。急にピョンって受けられたり。あ、え、あ、え、やばい。やばい。あいつ獲物を見つけた目をしてるわ。え、来た来ました。はい、カノン 15% 回避がここで現れるってわけですよ。これね。お、もうお疲れ様。ああ、コントロール落とした。もう勝ちましたよ。こう、よくやりました。カロンがここで輝きました。輝いてくれました。これはもうあとは詰め将棋。てか、ゲリオンがま、ね、スターフレアをね、全然避けなかったから。多分、勝因はですね、ゲリオンが避けなかったことです。ああ、今避け取るかな。カルコがドルコマでできる。カルコがドルコマして終わり。大丈夫。焦るな。大丈夫だよ。どんだけ寄り切られて、ここで意地見せようがね、カロンがドルコマ打ちは勝ちなのよ。決めてやれ、カロン。一点の恨みを今、もう、暗黒の思念を打ち出せ。ドルコマを食らえ。やったあれドルコマって強いんだな。いやあ、あそこまで戦えるとは思いませんでした。では、一つ提案がございます。まあ、勝利術も悪くないですよ。こいつも行ってみましょう。レジェンドマンをそこそこ作り、ハーゴの登場者です。うわあ殺しに来たじゃん。勝ち目がないわけじゃないと思う。ハーゴンっていうのは属性耐性や女性状態性があまり良くないんですよ。なので、アメフラシ？お前なんだっけ、アメフラシじゃねえわ。アメフラシは違う。アメフラシは中魔女みたいなやつだ。違う。あのね、レインドロップさ、レインドロップスを、で止めたり、スターフレアが何より強いんだよね。てか、スターフレアが強すぎるんだよ、やっぱり。スターフレア点数上げようかな。おい。スターフレア点数上げていいんじゃねえかって見てんじゃん。足りねえぞ、これ。正直。強すぎる。いや、組み合わせでここまで強くなれ。組み合わせによっては1点でもね、組み合わせる価値があるってことなんだよな。でもやるわカロン。そう、やっぱ組み合わせなんだよ。今時のゲームだったらさ、確かに相性がない。マジで避けてるよ。あるよ、本当に。もうあるんだって。もう本当にあるよ。今回はカロンがマジで頑張ってる。いいぞ。何これ。これ逃げ切りありじゃない？光の玉逃げ切りあり。ロトモンではなく、光の玉逃げ切りいけるかもしれん。ここまで逃げてんだ。ここまで避けてんだろうね。うわ、強っ。何これ？強っ。スターフレアで354。削り切りも狙えるし、光の玉で逃げ切りも狙えそうだね。これは。いや、いいぞこのパーティー。本当にアンダー20の構成なのか、これは。やばい。勝てそうな気がする。勝てそうな気配さえする。今まで僕がちょこちょこいろんなチームを組んできたけど、このアンダー20もしかしてめちゃくちゃ強いのでは。カロンのドルクマ、まあ安定打点ね。これは仕方ない。これは多分ドルクマでいいでしょう。力が低すぎて。ああ、まあまあそこそこ。1点モンスターでここまで出せる。1点ってことないのよ。カロンは1点だけど、組み合わせを意識すれば、いわゆるあれだよね、立ってるだけのバッファーみたいなもんよ。立ってるだけ、そこにいるだけで回避バッファーとして働けるってことよ。やばい、通行かも。あはん3ターン耐えればいいからね。3ターン耐えて光の玉使えば、こっちも勇気溜まる可能性は大いにあるから、光の玉ルートの方がいいと思うな。でもイオナズンがやばいな。これ切り株小僧ちゃん頼むわ。レインドロップスで止めれば次のターンにかなり猶予ができる。657しかもうデッドラインがやばい。かなりデッドライン来てる。ドルクマ！いやー、カロンが勇者と組むことで初めて、こんなピサロの手先みてえな見た目してるやつが活躍できる時やってきた。あとは任せろと。うわ、強い。やばい、スターフレアが強い。マジで正直言うとスターフレアの動画なんだよなこれ。もうだってほとんどの勝因がスターフレアなんだもん。
これ見てて思うんだけどさ、ほとんどの商品がスターフレアなんだもん。さあ、ここで動けない判定が入る残された切り株小僧ちゃん、頼むぜ。一応雨降らし、雨がいっぱい降ってくる。イエーイ。どうだ、止まんないか、止まんねえか。光る玉だね。ここ光る玉使ってこの玉を耐えれば勝てる。わ、あれかしらあるよ。カロンの回避率も 15% だったし、悪くないんだよ。カロンが狙われる分にも別に回避 15%、 スタフリアの火力バッファー、切り株構造の安定耐性、いいんじゃないか。このパーティーアンダー20な、流行るんじゃね。いや、わかんないけど、この動画アップされた頃ではもしかして同じパーティーが出ているのでは。いや、カロンやっぱ組み合わせなのよ。三弱と組んで悪かった。三弱なんて組む相手、やっぱボンバトって3枠っていう限られたね枠の中でもね、その中でもいろんな組み合わせを倒して、もうバッチグーなね、バッチグーって何、組み合わせってのがあるんだよきっと。今それを証明してる。うん、スターフレアが全てだけど、スターフレアに全て託してるけど。だからこれ主人公を止める行動系とかやったら厳しいからな。うわ、来たよ、雨橋。いけー、ベインドロップする。どっちが止める、どっちが止める、ボンちゃんな。いやー、ハーゴンじゃダメだよ。なんでハーゴンそんなに雨に弱いの、甘いもんが好きなんじゃ。やばいな、これ。イオラズンで終わっちゃうかも。やばいって、カロン、カロンカロン、あ、やめて、切り株ちゃんだ。うわお前らはよく頑張ったよ。